どうも、こまみれです。勉強ってね、あくまでも記憶力のテストなんですよ。教科書とかで出されたものを暗記してテストで答える。これって我々が子供の頃にやっていた勉強の正体なんですよね。だけど、この記憶したものをね、使う方法って学校じゃ教えてくれないんですよ。 活用法のことね。これってなかなか理不尽ですよね。包丁、フライパン、人参から牛肉に至るまで、カレーに必要なものは教えてくれるのよ。だけど、美味しいカレーの作り方は自分で考えないといけないのよね。具材を最初から煮込む人もいれば、肉や野菜を焼いてから煮込む人もいます。 どちらでもカレーはもちろん完成できますよね。けど人によって差が出るわけさ。それが言えば学生語、社会ってものなのよ。もちろん社会に出ても覚えることはたくさんあるよ。ただ、社会に出ると覚えることも活用することも段違いに多くなります。なので、しっかりとね、 活用法も勉強しないといけないんですよ。スクラップビルドとか、トライエラーとか、いろんな言葉がありますが、まあ、今回の、えー、このお話のものを、えー、加えるのであれば、スタディアンドレバレッジ、勉強と活用っていうのが、えー、やっぱり大人になって大切なことなんじゃないかなと。 思いますもちろん子どものね頃からこういうね勉強と活用を意識するというものが、えー、身についていると大人になった時にねかなり、えー、重宝しますからこれが大切だなと思います以上こマミレでした最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録いいね評価 コメントなどなどもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。